志摩けんのことね、好きになっちゃってくっていう。ちゃんと付き合ってると思ってる。父親が交通事故に亡くなって、父親がノイローゼになって、家を焼くんですよ。弟だけが死んだ。家族に憧れがあるんだよって。僕はこの人に家族を与えてあげられないって言うんだよ。もうそこで私感動。アキとリルの BL 漫画紹介。ということで今回もリルちゃんのおすすめの BL 漫画紹介していただければと思うんですけど、今回の作品は何でしょうか。今回は米田宏先生のどうしても触れたくない。はい、こちらね、あの映画化もされた、割とこう名作なんですけれども、あのね、まあちょっとね内容が暗い。こうねリーマンものなんですけども、ね、こちらね、あのこの攻めのね戸川さん、戸川課長、はい、戸川課長結構上で29歳かな、の、会社に、こちら島くんが、はい、入ってきますね。島くん、はい、で、あのこちらもねびっくりするぐらいサクッとねいきなりやってた。確かにね1話で多分してるよね、そうなの。なんか最初はさ、あの島君寡黙じゃん、寡黙受けじゃん。で、あのずっとあの輪に入らないからって、ずっと世話焼きをして、おい島みたいな、で、飲み行くぞって言って、飲みに連れてった日、なんか道端でキスするじゃん。で、あのね、唐突なのよ。のんけだよねって思って、女好きだったよねって思いながら。私これ、えってなったんだけど、読みながら。で、しまきゅんが、あの、タバコも嫌いだし、あと酒も飲めないし、って言って、けどキスの味が、焼肉臭い、タバコ臭い、酒臭いって言いながらも、あの、ちょっと受け入れてる感じなんだよね、一応ね。なぜかって彼は元気だから。そう。で、まあ、のんけのね、戸川さんに、と、やっぱ叩かれてしまう。ね、本当にこの戸川さん、その戸川さんが、あのとても無神経で、私最初嫌いだったのかな、好きになれなくて。自分最初ね、ちょっと美女がちょっと最初苦手だったの、で性格もなんか無神経で、なんかズカズカ入ってくるし、ガサツッと思って、で島君何も言わないからね、大丈夫かな、どうなって進んでいくんだろうって思ってたんだよ最初。内容は置いといて、あのこちらも攻めが受けを好きすぎる。そうだった。その通りだ。のんけだったはず、女好きだったはずなのに、しもきゅんのことね、大好きになっちゃう、好きになってくっていう。そう。たまらないね。もうね、あのさっき最初に暗いって言ったのも、まあその彼がこのね、受けのしまくんは、実はもうゲイだってことが、あのまあ、うすら今の会社でもバレてはいるんですけども、前の会社でね、前の会社で、まあ、付き合ってた同じ会社の方がいらっしゃって、 でその方と付き合ってることがうすらバレてしまい、噂になっちゃったんだよね、はい、それを恐れたその相手の男は、アウティングをすることでこの子をいじめ始めるっていうね。こいつがあのゲイで俺のことを言い寄ってくんだよ、うぜえとか、あと仕事のミスもあの下京のせいにクズなんだよね。そうで、結構それがトラウマで、その会社内でお付き合いをするっていうことをこの人はあんまり良しとしてなかったんですよ。だからそのね、セフレっていう関係みたいなんだったらまだいいのかなぐらいの感じで、ね、あのなんとなくあのやり過ごして、しかも前の会社のその付き合ってる人も元のんけだった。そうで、だからのんけとはもうもう恋はしないって言ってた、ね、ゴリゴリ。島君がそこから逃げるように転職したんだよね。転職けどやっぱ戸川課長のことはやっぱのんけだし、同じ会社の人だし、ある一定以上はね、踏み入れることはできないと、心のブレーキをずっとかけてたんだよね。そう、でも抱かれるたびに好きになっちゃうのよ。戸川さんの方はさ、セフレと思ってない、ないのないんだよね、好きなんだよね。ちゃんと付き合ってると思って、思ってる。で、戸川課長もさ、暗い過去があるじゃん。そうなの、でそれがなんかこう影を落としている。そう島キュンが一歩踏み込めない理由もさ、あのちょっと待ってください、ちょっとメモったんですけど、あの戸川課長7歳の時に父親が交通事故に亡くなられて、
でそれがきっかけで母親がノイローゼになって、うん、家を焼くんですよね。そうなんです。家を焼いて焼身自殺みたいなことをするんだけど、その時にあの弟が死ぬの、弟だけが死ぬの。戸川課長とお母さんは生き残ったんだけど、弟だけが死ぬっていう。その後お母さんも自殺するんだよね。本当にね。暗いよね。暗いの。で、まあそういう家にもさ家族写真あんだよね。それね。パカッて知ってる。でその島君がそれを見つけた時にボソッと言うじゃん。家族に憧れがあるんだよって。そう。それがさ、それがネックなのよ。そう、島君は、島君は僕はこの人に家族を与えてあげられないって言うんだよ。そう、まあ、そういった背景もありながらね、そう、もうこうほの暗い中でもこのね、あの攻めの戸川さんが結構、うん、可愛くなってきたな。そう、見てくうちにすごく魅力的な攻めに見えてくるんですよ。見えてくる。で、表紙これでしょ、うん、で、中読み始めると、こんななんかこんなシーンないじゃんみたいな。こんななんか島くんのことを慈しんでるなんか人とは思えないっていうところからキャラクターが始まっていく中で、最後まで読んだら、なるほど。わかる。そう、最後まで読んでこの教師の意味がわかるよね。もうそこで私感動。あの京都に行ってからの2人のその気持ちのお互いの気づき合いっていうかさ、あのそこにさ、あのもともと戸川課長の部下だった小野田さんがいるじゃん、まあ後でスピンオフに出てくるさ、はい、小野田さんっていうキャラがさ、うん、いい当て馬っていうかさ、志麻くんと戸川さんの関係を知ってるのんけなんだけど、はい、うん、あのお互いのことをね、ちゃんとうまくね取り合ってくれてる。そうなのよ。でこの小野田さんが志麻くんのことを好きかも、気づいちゃうんだよね。気づいちゃうんだよね。気づいちゃう、気づいちゃう時の自分はあのシーン好き。私も好き。自分ね、この一応告白なんだよね、うん、だからあの志麻くんのこと好きだよ、うんうん、もし誰かが志麻くんを悪く言ってたらムカつくぐらいには好きだよ。結構好きじゃない。小野田結構好き。そう、けどそれさらっと流されて、志麻くんは戸川課長の気持ちに気づいて、うん、京都まで行くじゃん。行っちゃうの。そう、だから小野田の中では告白したと同時に失恋したって思ってるっていう。そう、そんな失恋から始まってしまったこれ。それでも優しい恋をするスピンオフでございます。大野田くんと、もともと島くんが前行った職場の営業をやってた人なんですけど、うん、これね、結構時系列がさ、うん、結構前から始まるんだよね。そう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 、この、ここ始まる3年前ぐらいからもう2人が知り合ってやってるっていうのが始まってて、そうそう、出口晴美くんね。そう、この島くんが前の会社でアウティングにあっていじめにあっていた事実を、実はこっちで出てくる、うん、なんだっけこれ、出口くんから、小野田くんが聞くんだよね。で聞いたっていう話がここにも出てくるんだよね。そうそう、それそこがあの戸川さんの方に話が行ってて、そうそうそう、まあ、前の会社でいろいろあったからっていう話をする。でそこから3年前に遡ります。そう、はい、これがね、うん、これがもうトラウマ本だとしたら、こっちはねもうハッピーラブラブ系。本当にほっこりする。ほっこりする、ほっこりする。これでちょっと、うん、いい話だった、でもちょっと重かったなって思った気持ちを、うん、ハッピーラブラブであのふわっとしてくれる。そう、これ両方あって素晴らしい処方になってますね。そうなんです。ちょうどいいよね。ちょうどいい、本当に、しかもまあ島君もゲイだったけど、うん、こっちのね出口晴美くん、そう、出口くんもゲイ、出口くんもゲイだし、しかもゲイバーによくいる、うん、そう、いわゆるホモ、ホモ、うん、割とどこにでもいる30代前半のホモ、うん、出口くんさ、まあ、小野田さんはのんけなんですよ、はい、のんけなんだけど、しまきゅんなら好き、しまきゅんのことが好きっていうふうに、ん、こっちで3年後気づいちゃうんですよ。そう、これ中盤だよね、そのこのぐらいだよね、はい、この間ぐらいで、それが3年経った今の話になるんですけど、うん、ずっとこの出口くんは、うん、小野田くんに自分がゲイだって話はしてないし、うん、好きだってことも言ってない、言ってない。でもまさか小野田くんから島くんのこと可愛いって思っちゃうんだよね、好きかも、失恋しちゃったっていう話を聞いて、俺もいけんじゃねって。そう、途中からね、
そうけどさ、それまでもさ会った時から、うん、あの好きだったじゃん、もう出口くん。出口くんは出口くんさ、一冊かけてずっと斧が出るの好きだよね。そうなの、ずっと好きなの。ずっと好きだよね。会った頃から、だから3年ずっと好きなの、うん、ずっと好きなんだよね。そう、これね、二人がね、うん、うまいこと、やっと付き合いだしたよっていう、うん、あたりから、はいはいはい、もう本当にただのラブラブ漫画になっていくんですけど、うん、けど自分あのちょっと個人的な過去の話をしていい？いいよ。あの自分高校の時にこのノンケの後輩に告白したことがあって、はい、その時の気持ちすごいちょっとわかる。わかるって言って、あの茶化すんだよ。根口くんも茶化してたけど、あ、ずっと茶化してる。ずっと茶化してて、その、うん、2人でさ家で喋ってる時に、うん、その今日は話そうみたいな時にさ、うん、あのじゃあ俺と付き合ってみたらいいみたいな。うん、俺結構いい物件だよみたいな。おすすめよみたいな。同じことしてたよ。最初茶化して、うん、ちょっと様子見るっていう、うん、あのなんだこういうやり口使った。いや小野田くんめちゃめちゃいいんだよと思って。小野田、私小野田推しですよ。だって今まで3年以上もさ出口くんと友達としてね、うん、恋愛相談までできる友達としていたのに、うん、このまま出口くんがいなくなるのは絶対嫌だ、はい、だから前向きに検討させてくださいって。いいし、いいよねすごく正直な気持ちだよね。そうまだその自分が恋愛感情を持って出口くんに接することができるかっていうところはまだわからないけど、ただ今このまま消えられたらちょっと僕は悲しいからっていう、すごく相手のことも配慮した、うん、あの大人な回答だよね。 そこからがさ、うん、2人の仲がさだん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 加速していくじゃん、いいよね。いいです、いいよね。あの本当にストレスなく読める。あの出口くんはずっと好きだけどさ、はい、もう一回告白した後からはさ、うん、もうずっと好きっていうことを言うじゃん、うん、で俺待てねえよって言うじゃん、小野田くんもね、うん、なんだ本気で考えてきて、うん、あれいいよねこのプロセス。ちゃんと待たないってこともお伝えしてるのも、うん、すごく大人だよね。あの物語をね進行していく上ではね、物語を進行させようっていう意思を感じる。感じる。でそれでもさ結局あの出会うことになっていう、はい、でそのいたすシーンとかもすごい好き、わ、うん、かる、今日はいいですよみたいな。小野田くんがさ、あの決心してさ、いいですよって。そうだそうだ、自分が受けをすると思ってって思い込んでたんだよね。思い込んでたんだよね。そうだよね。そしたらあの出口くんの方が受けだったっていう。だけどね、これノンケっぽいと思う。なのノンケってさ、うん、あのゲイとセックスするって言って掘られるって言う。そう、自分は掘られるって思う。思っちゃうよね。いやいやいや、ゲイもだって攻めもいるし受けもいるからっていう、うん、だからよく描いてるわ。よく本当によく描いてるわ。いい描写ですよね、うん、なんかここ年の差はあまり感じさせないよね。ね、その小野田くんが大人びてる、ね、そうそうそう。いやでもいいよね。いいんだよね。しかもさ、このスピンオフの最後の方だっけ、うん、4人、そう、ここの2人とこっちの2人、はい、ダブルデートの始まりみたいになるじゃん、はい、あ、なんか本当に最後ほっこりさせてくれたっていう感じに、はい、もう全部これで、はいはい、セットで。そうそう、お楽しみくださいっていうね。セットで読んでほしい。あのすごくこっちでってなるんだけど、ここで最後にこうスカッと感じる。そうっていうね、素晴らしいセット。これはね素晴らしいのでね、うん、ぜひこちら米田光先生のね、どうしても触れたくない、はい、プラス、それでも優しい恋をする。そう、この2つぜひセットで読んでいただければと思います、はい、これも電子コミック版がありますよね、はい、で他にもねすごいたくさんあの作品あるんですよ。そうだよね、米田光先生はすごい、あの、うん、名前はね自分存じ上げてて、うん、いろんな作品見てると思って、うん、アニメ化されたのもあってね最近ね。そうなんだ。そう、名作家さんでらっしゃる。そうですよね、うん、他にも作品もそうね、割となんか
か重ための感じが重ためが多いイメージが、うん、自分他の作品なんか読んだイメージがあるけど、うん、これが一番やっぱ入りやすかった、はい、とても入りやすい、うん、あのここからここって流れがとても良いのでぜひともあの何かしらねあのコミック版でも電子コミック版でもどちらでもいいので買って、うん、あの作者先生の方にね関連がある形で、はい、読んでいただければ嬉しいなって思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ今回の、BL 漫画紹介以上となります。それじゃあまたねー。